オルノック看板 AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、昨日まとめたんですけれど、イベントのところにありますですね。このトレーニング勲章ではなくて、これではないんですよね。これではなくて、こちらのですね、ラッキーイベントの方ですね。この抽選のやつあるじゃないですか。うまくこれで、金枠出せるのかなっていうのもありますし、プラス、紫枠だけの抽選の時って、紫枠ほぼほぼ永久になってるんじゃないっていうコメントもあったんで、ちょっとそこら辺を今回は検証していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけど、要はね、いろんなキャラクターの方で、ちょっとね、60金券だけ課金していって、周回してみようかなっていう、そんな感じなんですよね。ワンチャンこれで最後にその金枠のアイテムを受け取って、金枠アイテム永久化できれば、その全てを体験にして、最後のね、確定永久枠を金枠に使えば、絶対金枠を永久にできるっていう方法も、これで証明できるんじゃないかなということで、早速やってみようかなというふうに思います。まずこれ1キャラ目、60金券は既に課金してますんで、こちらの抽選を押してからやってみましょう。これで、あ、オッケーですね。体験行きました。意外とでも体験出るんですね。前回僕が回した時は、もう完全にだってね、永久のおやつが出るみたいなね、初手でもう落ちちゃうみたいな感じだったんで、あれだったんですけど。よかったです。じゃあ、こっから、周回していってですね、うまく回してみようかなというふうに思います。オッケーです。とりあえず、一つですね、クリアして回りましたので、抽選していきましょうか。体験出るよ、体験。体験出るよ。オッケーオッケーオッケー。体験だから、オッケーです。オッケーです。次のやつ、オレンジ色の重機のやつもこれね、体験にしてください。体験。オッケーです。体験で。オッケーオッケーオッケー。あと、二つですね。あと一つか？あと一つ体験だったら、これ四つ体験だったらオッケーなんか。意外とこれいけるくないか？もうちょっと頑張りましょう。オッケーです。これで最後の一つ、これが体験だったら、金枠は確定です。確定させたいですね。これできますね。あーもういらないって、永久。そんなの。あ、うざ、マジで。絶対これ調節してるよな。確率通りじゃないだろ。こいつ確率何パー？こいつ先5%ありましたとかやったらマジ泣くからね。うん。ユニコーン何パー？ 0.042% じゃん。ね、全部さ、永久 0.042% じゃんな。そんなないと思うんだけどな。次のキャラいきます。はい、というわけで次こちらのキャラクターの方ですね。またチャージしてまいりましたので、抽選の方また行っていこうと思います。ここで永久出たらもう論外ですね。はい、論外でーす。はい、というわけでまた違うキャラクターの方ですね、入ってまいりました。まずこの紫枠のところで、永久を出さないようにしないといけないですよね。こいつもでも 0.083% なんで、そんななんか出る気はしないですけどね、永久。ここででもね、出ること多いですからね、ここで。あ、OK です。これで、まず体験出してから、スタートですよ。はい。やっとスタートラインに立てましたよ。OK です。まず一つ目、こなしてまいりましたので、抽選していきますね。体験出るよ。体験。頼むから。OK です。まず体験。これヒヤヒヤするわ、マジで。OK です。こんな感じでね、またですね、こなしてきました。抽選の方していって、体験出る、体験。体験だぞ。OK。OK。いいよ。体験で。OK です。これで、最後ですね。ここで体験だったら、もう確定で、次の金枠は永久です。体験出るよ、体験。おお、ふざけんな、マジ。いらないって。いらないんだよ、それ。OK です。また次のキャラクターの方やってまいりました。抽選最初ね。紫で大金が出るかっていうところですね。これ出なかったら論外です。はい、論外でーす。OK です。また次のキャラクターの方入ってまいりました。こちらのキャラクターの方でやってみます。体験じゃないよ。OK、OK、OK。体験じゃない。体験でいいんだよ。OK。まず、ここのね、第一関門を突破できるかどうかっていうのが大事ですよね。OK です。じゃあ、まず一つ目また抽選していきますね。体験出るよ、体験。OK。体験だったら OK です。OK です。じゃあ、まず一つ目また抽選していきますね。体験出るよ、体験。OK。体験だったら OK です。OK です。これで最後のところですね。抽選3回目っす、今日。これでもう一回ですね、永久出たら、さすがにこれ、そういう設定にするっていう風に思わざるを得ないですよね。じゃあ、早速、開けていきますね。絶対そういう設定だろ、これ。なあ。そういう設定してるよね。ここで永久が出るように。金枠では永久が出せないようにしてるよね。精鋭ランクがないと出せませんよ、みたいな。おなじみのやつやん。ここでもやってる。ね、チャージボーナスのワンチャンすら、実際はノーチャンみたいな。やってんね、マジで。尊敬します、本当に。素晴らしい運営。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかな、というふうに思います。で、まずこちらですね。パスワードがあと、パスワードなんかありました？もしかしたらなんかあれですかね。なんか問題ありましたかね。申し訳ないです。もしもその、不快になってしまわれたのであれば申し訳ないですね。で、次ですね。コアコードの会社、新しいアプリを出すらしい。新しいの出す暇あるんだったら仕事をしてほしいと。新しいアプリをリリースするのも、仕事ですからね。はい。新しいものを、たくさん出していくっていうのは、結構ネットイースの方に関しては、かなりですね、新規のゲームっていうのを、出されているっていう会社で、部署もいっぱいありますし、そうやってね、新しいものを作るっていうですね、次へ向かうっていう気持ちがなかったら、既存のものも良くならないので、それはいいんじゃないですかね。はい。で、次ですね。最近通常マッチング、ボット部屋しかないから、せっかくのモチベーションがなくなると。結構なんか、自分
分で通常最近ちょこっとしてることがあるんですけれど、やっていて思うのは時間帯によって、まあ、ものすごくですね、変わってくるなっていうふうに思いますね。例えば次の日平日の深夜とか、あとはまあ平日昼とか朝の方とかにプレイしていると、まあほぼほぼボットベになるみたいな、まあ僕のですね、今使っているアカウントの方も、まあ結構シングルのレート上がってきてますんで、普段だったらボットベになれないんですけれど、まあそういう時間帯にプレイするとどうしてもそうなっちゃうっていう、まあマッチングシステムの仕様とかをですね、まあ時間帯に合わせて、まあ変えていかなければそこら辺は解決できないのかなっていうふうに思いますので、そこら辺はまあ運営のさじ加減かなっていうふうに思いますね。よっぽど人の多いガンシューティングゲームじゃなかったら、まあ基本的にタイミングマッチが一番いいと思うんですけどね。で、次ですね。もちろん復刻も来るよねと。まあ復刻のガチャはありそうですけれどね。まあしかしその過去のすべてのアイテムが入るかどうかっていうのはまあ微妙ですよね。まあ進撃の時と一緒で、まあ個数がやっぱり多くなってしまっているので、ある程度まあ切られてしまうのかなっていうのはちょっと思いますね。何が切られるんでしょうね。まあ金幕の車両とかはですね、いらないやつが多いんで、まあ金銃の人気なやつと金幕の副スキンのまあ人気なやつっていうのを入れてくれて、まあその中でガチャの方に入っていない金幕とかも一部、まあ交換ショップの方で交換もできますよみたいな。そんな感じの仕様だったら、まあ割とですね、折衷案としてはいいのかなっていうふうに思いますね。まあ今回のなんか交換アイテム、最近なんかコラボレーションの交換アイテムって、まあ魅力的なやつっていうのが減ってきておりますので、まあ改めてですね、そこにね、なんか魅力的なアイテムっていうのが入ってきてくれると、すごく面白いなっていうふうに思いますので、お願いします。で、次ですね、オレンジチケットとかで交換できんかな、綾波レイチャイナドレスとか、チャイナドレスありましたね。レイとアスカ。あれ結構良かったですけれどね。まあ最近のでも、公約行動運営の動きから見ると、まあやっぱりですね、コラボレーションの時に、まあ、オレンジチケットを消費して何かが購入できるみたいな仕様を実装するってことはちょっと考えづらいのかなと。まあもちろんないわけではないと思いますけれど、まあちょっと考えづらいかなっていうのは皆さんわかると思いますし、僕も思いますね。まあ、特にですね、まあダイヤガチャの方で、まあ服のオレンジチケットの方はかなりですね、まあリニューアルが入って増やしやすくなりましたよね。まあそれによって、まあオレンジチケットの価値っていうのが下がってきている中で、まあ今更そこを実装するのかなっていうふうに考えると、ちょっと難しいのかなっていう。せめてですね、まあ結構多くのチケットを使ってもいいですので、まあオレンジ枠の服の方もですね、まあ拡張があると、まあすごい面白いのかなっていうふうには思うんですけれど、そこら辺では楽しませてくれないんですよね。で、次ですね、最近待機上速抜け通報しても事実確認できなかったっていうふうに返ってくることが多いけれど、何か通報対策があるんですかね。その割にノラスクで二人抜けたので自分も抜けたらしっかり追放と呼べるペナルティ良くなったりする。マジこうやわけわからんと。まあ、待機場抜けはそんななんかそうでもないっていうふうに思っているんじゃないですか。はい。あとまあ待機場抜けとか、まあ速抜けに関してはまあハードルを上げてるみたいなね、速抜けとか結構しますし、じゃあ何が問題なんかっていうと、悪質なものではない限りはわざわざですね、処罰する必要ないと思いますので、まあそこら辺は重く見ていないからこそ対応しないですし、まあする時もあるみたいな。まあね、基本なんかそこら辺の抜けに関してはよくわかんないことが多いんで、基本シングル安定ですよ。野良のそのグループである、まあ、通常戦闘の方入っても、まあ損することしかないと思うんで、ね、例えば他にも暴言を言われてしまったりとか、まあすることもあるわけじゃないですか。もう基本シングル安定なのが最近の公約行動だなと思って僕はシングルしかしてないですね。まあもともとシングルしかしないんですけれど。あと、通報システムの方に関しましては、まあ信頼のおける報告者と信頼のおけない報告者っていうですね、その二つの基準みたいなのは設けていると思いますね。まあ Google だったりとか、まあ大手のサービスとかも、まあそういう風に行われていることが多いと思いますし、まあネットリスの方もそういう風に無難にしていると思いますよ。